未来へようこそ。いえ、あなたの未来へようこそ。あなたのおかげで未来は緑色です。ペダル発電のバイクは燃料がいりません。家は自家発電のエネルギーを蓄えています。リサイクルした排水や蒸留した海水を使い、庭は果物や野菜でいっぱい。緑の家は中で水をリサイクルします。壁は土、木、岩など天然の資材からできています。断熱材としても優れていて、エネルギーの節約にもなります。快適さを損なうことなく、リビングルームが文字通り生きた部屋になるでしょう。本物の草がカーペットです。山に行きたくなったらこの通り、デジタルディスプレイでお好みの景色を楽しめます。田舎の家での生活は快適で環境に優しいでしょう。未来では毎日がアースデイなんです。これでおしまいです。でもこれはあなたの未来の始まりかもしれません。